地図香川県立東山海伊瀬戸内美術館は香川県坂出市にある美術館。日本画家東山海伊の作品のみを収蔵する個人美術館で海伊が塗装色の提案をした瀬戸大橋の田元祖父の出生地である筆石島を望む地にある。2001年4月に東山住吉により寄贈された版画作品270点余りの展示公開を 行う施設として構想され2003年に着工2005年4月に開館した。地方都市にある展示室面積277平方メートルの小さな美術館であるにもかかわらず、来館者は1ヶ月あたり平均約1万人という異例の高い水準にある。開館者年度には12万7千人を数え、2011年7月22日に入場50万人を達成した。 建物の外観は、怪異の作品を象徴するグリーンに統一され、門からのアプローチは、怪異の代表作、道をイメージした作りになっている。展示品はすべて東山会議の作品である。肝臓品の大半は、石版画であるが、館の高い人気を背景に、長野県品野美術館、東山会議館や兵庫県立美術館などから、作品を多く借り、 質の高い展示を維持している。同時に肉質画の収集も行い肝臓品の質向上を目指している。カフェレストランからは瀬戸大橋が間近にありがとうございます。